もう始まってますかね、始まりましたね。解説の方は700円もの餌でお願いします。87、最初からやってんじゃねえよね。ね、僕のリスナーが暴れてる。まあ多分プレイしたことある方も RTA はね、あんまり見たことはないと思うんですよ。まずアトリエの RTA というかガストゲームの RTA というのがね、まず珍しい方で、奏者も多分止まれるかどうかって感じですね。まあ、物語を簡単に説明すると、人里離れたアトリエで薬を作ってね、生計立てる少女のアーシャちゃんですね。17歳、157センチですね。まあ、祖父と妹と暮らしていたんですが、祖父が他界した後、妹もね、失踪してしまうんですね。で、この後向かう場所で妹を発見し、生きていることを確認して、まあ今映っているね、渋いおじさまが助けられるという、妹をね、助けることができるということで、あちこちゃんがね、旅に出ます。ちなみにこの金髪のね、なかなかのイケメンのね、お兄さんがね、26歳のね、アーニーさんですね。各地をね、牛舎で回る商人ですね。そういうね、薬ではね、ないんですね。薬師です、薬師。ま、錬金術師特有の武器はね、杖を使用しますね。ま、どちらかと使用がアーランドに近く、主人公アーシャはね、スキルを使うことができません。戦闘スキルはありません。その代わりにね、アイテムを投げることができます。そうです。メッセージスキップは有効にするよりボタン連打した方が早いです。連射痕がない方はスキップ機能をオンにしつつ丸ボタンを連打するとね、早くゲットすることができますね。まあ、他にもね、可愛い女の子はね、たくさん出てくるんでね、楽しみにしておいてください。そう、水を汲みますね。まず、この調合をすべて足りる量をもうここで採取してしまいます。黄昏の特徴ですね。一気に10個まとめて採取することができますね。あと、これは、
アーシャのアトリエだけの特徴です。丸ボタン長押し、丸ボタン連打でアイテムを採取することができます。他のシリーズだと採取する前にこれをカゴの中に入れますかって聞いてくるんですけど、黄昏シリーズは押した瞬間に全てを採取しますね。全てカゴの中に入れてしまうので何を入れているのかが分かりづらいというのがちょっと難点ですね。右下に一応何を取ってるかは流れます。まあ敵のシンボルエンカウントがないところでは多分確認しているとは思いますね。何個取っているか。まあ、右に出ている思い出ポイントというのが溜まっていくんですが、いろんな条件を満たせば、まあ、簡単に溜まってきますね。道中でチラシを取ったり採取したり、いろいろ条件は様々。あのポイントを消費することで日記を書くことができますね。多分戻った後に書くからその時に説明します。まあ、アトリエというゲームというかガストゲーム共通なんですが、会話が非常に長いです。会話っていうぐらい、アトリエの場合はあと多分残りは採取や調合の時間だと思ってくれていいですね。あんまり戦闘とかはしません。RPG なんでキャラクターのレベルがあるんですが、そのレベルはほとんど上げなくていいですね。調合というシステムで錬金レベルの方もありますが、まあ最低でも35は必要ですね、アーシャのアトリエ。アーシャのフリーズポイントは多分なかったとは思いますね。ロロナのアトリエだとフリーズポイントがあるので、そこでリセットとかありますね。今、周りに光っている花があると思うんですが、これがストーリーと関係してきますね。この光っている花のところで、ニオちゃんが現れますね。妹のニオ、13歳ですね。ニオを救出した後ならニオちゃんもね、仲間にすることができます。武器はお玉とミキサーですね。必殺技はパナスペシャル。今連れているね、牛に乗って突進する技ですね。最終運ですか？アーシャのアトリはあんまり少ないですね。最終運は。結構少ないです。他のアトリと比べるとかなり楽ですね。その理由が、まあ、潜在能力というのがね、素材についているんですけど、黄昏シリーズはついている潜在能力が全て固定です。変化ないです。同じ素材なら全て同じ特性がついてますね。13歳です。で、今この状態で年を取っていません。6年間で年を取らないんですね。12アーシャの春が流れます。それは僕の全て枠だけです。ほら、スリーサイズはね、わかりません。スリーサイズはね、ごめんなさい。わかりません。身長は148。キース・グリスさんですね。物語。最後の最後で仲間になります。見た目に反して年齢は45歳です。180センチとね、でかいですね。アシャのお墓じゃありませんよ、これはニオンのお墓ですよ。そう、老けすぎ、見た目に反して老けすぎですね。武器はね、指輪です。一応キスさん、錬金術師なんですが、アイテム投げることができませんね。まあ、キスさんが可愛いアイテム系を投げるのは見たくありませんから、まあ、投げなくて正解かもしれませんね。必殺技はエンシェントワン。すごいかっこいい技なんでね、よかったら動画の方で確認してみてください。使うときはないです。アイテム投げなくても多分ね、強いです。
キースさんのウニはね、聞きたくないです。その前に、黄昏シリーズにウニはありません。ちなみにプニも出てきません。一応、シャリーのアトリエにカタカナ表記のウニならありますね。まあ、シャリーの方のウニは植物ではなく、鉄の塊なんで、全然別物です。キースさんの樽はありません。言ってくれるのはアーシャちゃんだけ。さあ、チュートリアルの戦闘ですね。フルーツハムスター HP10 です。アーシャの通常攻撃では7ぐらいがいいとこなんで、アイテムを投げてね、一撃で倒しますね。先行後攻かはランダムです。当然先行の方が早くなりますね。このカーソル合わせ、まあ、ちょっと手こず、自動修正を全くしてくれません。ほとんどビタ押しじゃないと、僕は先作のアーランドシリーズですら、ちゃんと自動修正してくれるのになぜかアーシャのアトリエだけしてくれないんですね。基礎動作が微妙に関係してきます。1、2秒ぐらいなら平気で遅れてきますね。レジナーさん、23歳です。結構いってます。163センチ。武器はね、ツルハシです。割と仲間になっている状態が多いキャラですね、RTA だと。消費式、そうですね。自動で増えることはないですね。細かいこと言う、ステラの最初の辺は消費式です。ステラ編だと最初の辺だけはね、消費してしまいますね。さあ、レジナさんのですね。アーシャのアトリエは自分のアトリエ以外でもね、調合することができます。拠点はね、アーシャのアトリエ合わせて4つ。ここが2つ目の拠点ですね。さあ、なぜか釜がある。そう。釜、なぜ釜があるか。アーシャちゃん、釜を持ってないと落ち着かない人で、花にね、釜を常備させています。予備の釜を。鬼門、エンカウント、シンボルエンカウント避けが非常に厳しい部分が2、3箇所あります。レジナさんのエンディング、まあ、ネタバレになっちゃいますが、赤ちゃんを抱いている姿があるんですが、それは弟の娘です。いや、常備はできないんですけど、無理やりパナに持たせてるんですね。あと、ということは、あと2つ常備しています。パナにあと釜を2つ持たせていますね。されたことに、さらにチュートリアルが起きるかな？そうですね、戦闘を聞きます。これは、アーシャのアトリエとエスカロジンのアトリエのまあ、必要ですかね。立ち位置がありますね。3方向あります。後ろから攻撃すれば火力が 1.3 倍ぐらい上がりますね。まあ、HP は変わらず10。レジナさんの攻撃だと、クリティカルが出ないと、だいたい9が出ますね。ギリギリ倒せないので、ダブルスマッシュで一撃で倒しますね。
これまた順番、また運です。二人とも先行するときもあれば、二人とも後行するときもある。まあ、ここら辺はイベント消化ですね。ハーシャンのアトリエは、主人公以外も仲間にパーティーにいるメンバーがね、採取を手伝ってくれます。まあ、キャラによって採取できるものが違うんで、まあ、レジナさんなら岩とか粘土とかですね。BGM は結構人気ありますね。昨日の敵は今日の食材。今日の材料か。さあ、そろそろね、みんな大好きのね、魔女っ子が登場しますね。みんな大好き魔女っ子。まさかの黄昏シリーズ解禁賞です。2時間、短いですね。アトリエ系とは基本ノーマルエンドならかなり短く終わりますね。基本2時間台ばっかじゃないかな。そう、3作品目ビタならでできます。プラスならその時のアーシャの年齢は27歳。ギリギリ味噌汁じゃありません。見た目は変わってないんでね、大丈夫です。そう、みんな大好きね、ウィルベルちゃんの登場ですね。アーシャのアトリエ1作品目では14歳の141センチです。かなり小さいです。ちなみに解禁賞でね、デスロジでは18歳の152センチになってます。3作品目では24歳。10年かけてね、ウィルベルちゃんの、ね、成長をね、見ることができます。ちなみに連れてくことはありません。レベルもあんまり高くない、HP も高くないんでね、壁にもならないので連れてくことはないですね。未婚です。アーシャは未婚です。あ、男の人のね、プロフィールがね、わかりません。ごめんなさい。女性しかわかりません。メディエッテさん、19歳ですよ。若いです。ちょっとレジナさんと被りますね。さあ、ここでね、第二解禁賞キャラ、ハリーさん。ここもね、ここじゃねえわ。ハリーさんもね、解禁賞キャラです。今日のこのヒカンデスさんでは分からないと、時間が欲しいということでね。家をね、部屋を貸してもらいます。ここが第3の拠点ですね。スリーサイズは分かりません。何回も言わないでください。スリーサイズはね、分かんないんですね。アルトネリコとかならね、分かるんですけど、アトリエはごめんなさい、分かりません。さあ、毎度おなじみ、釜がなぜかあります。釜、二つ目。アルトネリコなら分かりますよ。一番でかいのはね、89でね、クローシ様とね、ミシャちゃんですよ。あれ、91か。88がオリカかな。71が。自宅に、まあ、これはね、全然ね、アトリエと関係ないんでね、やっておきましょう。
をカゴに入れる理由はですね、まあ、カゴの圧迫もあるんですが、クエストがね、たくさん街に散らばっているんですね。一箇所で受けるわけじゃないんですね。渡すときに、アーシャのアトリエは、かける何カゴ、すべて。なので、一気に渡すこと。当社はね、クロプスさんでね、今喋ってるのはね、私 700M の餌ですね。よろしくね。諸事情によりね、クロプスさんは喋ることができません。マイク取れてる？ま、今起きているイベントがバザールのイベントですね。毎月10日から19日まで開催していますね。仲間が一箇所にね、集まりますし、珍しいものも売っているのでね、なるべくこの日にちに来るように戻ってきますね、ここには。ゆうちゃんのイベントですね。それなりやってるよ。あ、奏者クロプスさんは分かんない。クロプスさんはトライナリーやってるかは分かんない。ほらやめろ。俺のこと言ってるのはやめなさい。無視すんなーっていうね、イベントですね。買い物タイムですね。アーシャのアトリエは、ま、アーランドシリーズと同じで、参考書を買わないとね、調合できるものが少ないです。この参考書を買うために、クエストを何度も何度も受けないといけないんですが、クエスト受けて固定なので、ランダム要素はないです。と物すべて固定です。さあ、また新たなね、美少女がね、来ます。リンカさんですね。仲間になるキャラです。20歳ですね。武器もう一人、マリオンさんですね。駐在員ですね。DLC の方なら使うことができます。年齢は22歳150センチ。武器は二丁拳銃。多分、シャリンのアトリエでマリオンさんが出てこなかった理由は、ミソジになってしまうからね。あまりガストは、ミソジキャラを出しません。もうちょっと あるね。まあ、さっきのイベントは、まあ、アーシャ、野草園したいということで、アーシャにアントですね。体力十分、ここで気力十分、アーシャちゃんのために採取したいと、戦闘のドロップ狙いになってしまうので、なるべくたくさん取っておきたい。いやこういうところは、あと根っこもですね、乾いた根っこ、いいもの見つけられなくて、これも後半結構コストが低くて使いやすい、取っておきたいですね。ちょっと待って、ない。
コナちゃんにだね、可愛い子が出てくるんでね、待っといてください。奥に行ってイベント回収、これで調査が終わり、錬金術師に関するね本をね後でもらうことができる。ここはなるべく近いところを選んでるだけですね。強制的にイベントが来ます。安村クリア案内終了時点でマップ内に NPC、キャラが追加されますね。動けるキャラが。アンナ、ナナカちゃん、ターニャちゃん。あんまり、通るたんびにイベントが溜まってると強制的に止められてしまいます。この人たちも割と通常だとランダムで移動していると思われがちなんですが、同じ日にち、同じチャートで動き続けると絶対同じところにいます。ランダム要素はこの人たちにはありません。決まった動きをしてくれます。仕上げに入る。よっしゃ、レベルアップ。イベントを発見させてないときは、場所を指定と日にちをちゃんと調整すれば目の前のマップに入って、さらにそのマップからもう一回入る。入って出る。そうするとね、アーシャを飛び越して後ろに行ってくれたり、そういうテクニックもありますね。多分やるときはあんまないですね。どこに？買い物、2回目ですね。水の水晶を6個買っていますが、これは全てレヘルンの材料ですね。他のものも大体クエストに渡すもの。おまんじゅうは特にね、大切なアイテムですね。おまんじゅうは多分1回目かな。さあ、ななかちゃん。ななかちゃんは仲間になりませんし、非常にこの子も光る花のイベントを持っている子が、イベント回数が非常に多いです。そしてもう次もう一回ななかちゃんのイベントを起こしますが、もうこれでななかちゃんと会うことはありません。ななかちゃんの発言させるマップに行かないので、ななかちゃんはマップ上に出現しません。ななかちゃんをのクエストというかね、イベントをやる利点としては、単発攻撃しかないんですが、攻撃力が非常に高いです。加工したらいろんなことに使えそうだね。タイプショットでボスに有効な技をたくさん持っています。そう、もう終わりました。ななかちゃんの出番はもう終了です。ゆりさん、強いに決まっている。ほら、またニートはね、出てきてません。ニートはね、まだ出てきていないんですね。でも、ラナンさんはね、かなりイベントがやりやすい方なんですね、花回収には。
七花ちゃんとのね、最後のお別れの時が来ました。短い間だけど、ありがとう。バイバイ。おっとっと。よし、頑張って。ガイドの回収をちょっと迷いましたね。いい土が取れたよ。土いじりって結構楽しいかも。よいしょ。今のはあれですね、参考書ですね。参考書はなるべく削りたいんで、これで多分ちゃんとバーできました。言った通り、ここで参考書がもらえますね。錬金術師に関する、ちなみにこの参考書はね、ハリーさんからもらったものです。マリオンさん、ハリーさんは割とだから何でも持ってる。で、爆弾を作ってみようですね。クラフトを作ってみようというイベントなんですが、その前に材料を回収しますね。ここで調合してしまうとバザーの日にちが過ぎてしまうので、先に買い物です。もう1日でも過ぎるとこのイベントはもう起きないですね。最初の辺は日にち調整はしっかりしないと結構まずいことに。まあ、さっきリーゼン玩具でね、作ったザラ紙ですね。渡すものは最初から決まっているので、このように前もって作っておくと。まだ仲間がね、店を出しています。ウィルベルちゃんの店。トカゲの尻尾やら、竜の尻尾やら、ヘンテコリンなもの売ってますね。で、さっき買った生きている尻尾をおじいさんに渡して余分にお金を稼ぎますね。多分今2000ぐらいありますね、お金。ここでさらに660でしょ、1300ぐらいになっちゃいますね。これもまた渡す用ですね。渡す用、使う用やら。1回目の調合タイムかな。稼げますよ、稼げます。割とそれは何回でも言いますね。今の日記書きましたね。日記材料な、それじゃ試合日魔法ほんの動画を材料な、それじゃ仕上げに、よし、やった、デリキルアーシャンの黄昏シリーズはね、調合にスキルがあります。そのステーカー、まあこれ普通にちょっと動かせません。アーシャー今ん、マイク、あれ聞こえてないって大丈夫ですか。それじゃ仕上げに、まあ、大丈夫ということだな。レベル10になるまでね。使う材料の数、それじゃ仕上げ、すみません、入れる順番もありがとう。ごめんなさい、多分回線のせいですね。使う、それじゃ仕上げに何が起きるか。クラフトを最後にする理由は、さっきのイベントの爆弾を作ってみようっていう
マギオさんにもらった参考書のね、爆弾を作ってしまうとこのイベントが発生してしまうので最後に調合します。これで多分レベル9ですね。レベル9なのでまだ何も使いません。材料を選ぶことしかできません。そこで、ね、リンカさんが仲間になるイベントですね。まだ連れていきます。最初の調合はあれですね、道具を頭の中で覚えておいて、いらない素材をどん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 使っていく。結局丸連打しか最初はできませんから、もう思いっきり連打しまくりますね。さあ、これは品評会ですね。品評会のイベント、レベル9になったことで、なったことと6月1日になったことがイベントの条件ですね。珍しいものを出してみんなと見比べて、それで優勝者を選ぶという。優勝するとね、お金がたくさんもらえます。アイテムももらえます。 1回目は3000コールもらえますね。勝つとお金稼ぎにはすごいですね。アッシャちゃんね、錬金術師なんでね、そりゃとても珍しいものをね作っているので、それでね楽勝で優勝していこうというね考えですね。参加者は仲間にできるキャラですね、これは。なので、さっき、先にリンカさんをね、仲間にするイベントを起こす必要がありましたね。これ作ったもんね、さぞかし珍しいものをね、出してくれることでしょう。あれ？あ、ん？アーシャちゃんね、さっき、アーニーさんのお店から買ったお饅頭出しましたね、これ。いや、まさか。お饅頭なんかでね、珍しくもうなんともないですね、これ。ちなみに、ここね、丸ボタンのね、長押しでね、タイムが早く短くなりますね。まあ、お客は非属性かとかよくわかんないことですね。じゃあ、こう非属性だったらいい。これで、お饅頭ですね、これ。あ、すごい上がってますね、これ。マッチでというアイテムが採取できるんですか、中で。それを使うとね、勝率が勝つことはできるんですが、たまに負けてしまわない方がいいですね。これ多分ね、後でね、価値が生まれた、そんなことがね、考えられます。ん、材料何にしよう。使う材料の確保、それじゃ、仕上げに入って。調合。もう一つクラフトではね、道中狩りで火力が足りないのでレヘルンというねアイテムを作りますね。そのためにアンジさんのお店で6個ね水の水晶を買ったんですね。それじゃこれでどうかな。普通の水を使うことで今水の戦力が上がりましたね。火力を上げることができます。
さっき品評会をやったことでね、イベントが起きます。珍しいところの教えてもらいます。これでね、グミテルになりますね。それが光る反そうですね、だから青い、青の中和剤、青を作る必要があったんですね。クエストですね。これもあった、まあ、渡すものは元から分かっているので、前もって作ってあったものを渡すだけですね。この猫のお店で参考書がまた新たに発注されています。この2冊を買いますね。これでいいのかい？高いです。非常に高い。これでかい？もう一つ、香り高き杖というね、アーシャの武器を買いましたが、装備するわけではないです。香り高き杖のね、カテゴリーが武器であるとともに木材なんですね。木材というのは中和剤緑で使うことができます。今後、最後のあたりが武器作りでね、使用することになります。お、採掘には悪くない場所だね。腕が鳴っちゃう。さあ、戦闘タイム。ここは、採取と討伐を全てやらないと次のマップが解放されないので、戦うしかないですね。ここははっきり言って運ゲーです。クラフトやレヘルンで敵全体をちゃんと当てれる位置に相手がいるか、ずれるとやはりロスですね。このように近いとね楽なんですが、たまに離れているので、今出てきているのは草のエレメンタルとフルーツハムスターですね。両方とも HP は10です。クラフトで一撃です。ストレイドッグという敵がここで1体いますが、このこいつの HP は22、クラフトだとね、乱数です。なのでレヘルンというアイテムを投げてね、一撃倒しますね。今なら先制できるかも。当たって、簡単に勝てちゃった。えいっ、おっと、こっちから動けそうだよ。まあ、あとはずっと採取、調合、調合じゃないわ、戦闘だ。採取と戦闘の繰り返し、なるべく赤い花が取れていればいいかなって感じですね。確定パスで HP10 しかありません。草のエレメンタルとフルーツハムスターの HP は10、一撃で倒せないのはストレインドックだけですね、ここのマップだと。ああ、どっち行くかな？この村に最初装備のタリスマンというね、装備が落ちてるんですが、それに HP プラス15、物理耐性。もし、グラフ工房で塩化を引いてしまった時も保険ですね。そうですね。戦闘は結構、やろうと。できますけど、経験値あんま高くないですし、レベル上がったところで1とか2しか増えないんで全く意味ないですね。調合で強くしてくださいっていうシステムですね。基本レベルはもう HP 上がりゃいいかなっていう感じだね。さあ、ここ木のエレメンタル、ストレイドッグかな。メタルの HP は18、ストレイドッグは20。木のエレメンタルはレヘルンじゃなくても倒せるんですが、やっぱスレイドッグが出てくるのでレヘルンですね。クラフトで倒せません。乱数ですね。さっきも言いましたが、ここの出現は木のエレメンタルとスレイドッグの2種類。素材っていろんなとこにあるからね、見逃さない。せーの、戦い忘れ、全部戦わないと。
これは一体入らないかな。そうだね、木のエレメンタルは HP18 なんでクラフトで合わせます。22かなって感じ。うん、あこうレジナさんの攻撃は、まあ、一番最初に言いましたが9なんですね。1足りないんですね、バックアタックじゃないと。いや、できない時もある。そこは運です。巻き込めるように変化してくれることを言う。だからどういう配置に来るかは運なんで。さあ、これはね、ニートが登場ですね。ラナンさんですね。25歳です。ニートです。以上です。一応今年も花のイベントを持っているのでイベントは消化します。謎のニート、さあ入り直し。ここのマップ非常に茂みが深く敵が分かりづらいです。敵は2体いますね。ここで出てくると敵、フレッシュイーター、ストレイドッグ、ベビースキー。フレッシュイーターが HP46 ですね。レヘルンプラスレジナさんのバックアタックが必要ですね。これはみんな固まっていたので楽なパターンですね。フレッシュイーターと他のメンバーがずれているかあるかが一番最悪のパターン。鉱石ガンガン掘ってくよ。なんだ。そうですね。こっちから動けそうだよ。これは OK ですね。しかもフレッシュイーターがいませんね。最後ばらけててもフレッシュイーターじゃなければ大丈夫ですね。フレッシュイーターだけ HP46 なんですね。他の敵は28、22、18とかですね。さあ、ここでハロスが同じ村全員、村人全員がね、失踪したというね、村です。先ほどマリオンさんに頼まれて、ここの調査に、アーセちゃんが来ましたね。もう多分マップの開放は全て終わったので、イベント以外の時はもう戦闘しませんね。あ、また謎のおじさん、キースさん。一緒にここ非常に危ないイベントがありますね。よし、頑張っていこう。ここは採取をした後にイベントすることでもう一回採取することですね。なるべくフリジストン、丸いゴケとかは取っておきたいところですね。あとラストマップにミネラル液晶というのがあります。これ以上絶対採取しないといけませんね。ここら辺の敵は割と間隔狭い感じでいるんですが、動きが単純なので非常に避けやすいですね。あの犬は見つけた瞬間その一直線にしか進んでこないので、ちょっとでも軸をずらしてあげれば簡単に避けることができますね。あのハムスターは身長が低いんでジャンプで最悪飛び越えることもできます。でも頂点にいないと確か当たっちゃうかな。ちょこっと軸がずれるだけで。危なかったら多分ジャンプしますね。
それ一直線。お、いい感じの木がある。ジャンプしたね。木材として使えるね。素材っていろんなとこにあるからね、見逃さないように。まああとは奥に行って、最終室奥に行き、イベント。あ、ここでタリスマン回収ですね。即装備です。よいしょ。これでアーシャがかなり硬くなりましたね。防御力じゃなくて物理耐性という方がかなり多分振った方が強いですね。プラス5はかなりでかいです。多分最後の最後でボス2体いるんですが、それで比べてもらえばかなりダメージの違いが分かると思います。さあ、謎の失踪事件、また光る花ですね。これ光る花1つ目、ミネラルが出るか。出ませんね。出ないと採取回数が増えてしまう。さあ、イベント、珍しいものを見つけて持ち帰ろうとするんですが、キースさんが持ってってしまいます。それを止めるためにね、アーシャちゃん、キースさんとね、戦うことができます。丸ボタンを連打するととんでもないことになってしまうから。キースさんと戦うことはできるんですが、まあほぼ勝てません。非常に強いです。ウィズベルちゃんを連れてくることで無理やり倒すこともできますが、倒しても結局持っていかれるので意味はありません。確か普通にもうエンシェントワンとか使ってきたので、あー、ミネラルが1個足りませんね、これ。あ、当たっちゃった。さあ、狩るか逃げるか。逃げるか。あ、出ましたね、ちゃんと。まあ、まだ敵は弱いんでね、当たっても大丈夫ですね。しかも倒すことできるんでね、あれは。最悪。さあ、道中に、移動してる最中にね、HP が回復するんでね、さらにここで安定取りますね。HP が上がった。よし。さあ、グラス工房。さあ、宴会よけのポイントですね。ちょっと。鉱石、ガンガン。あ、大丈夫でしたね。抜けれましたね。あんまり無理に採取する必要はないです。なるべく採取できるところでやるって感じですね。無理に採取してエンカウントすると全滅が見えるんで。ここはまだマシですけど、運悪いと死んじゃう。多分カリスマ持ってるから大丈夫だと思うんですが。まあ、それも込みでカリスマを回収する理由ですね。宝石とか鉱石の塊とか。さあ来い。おりゃ。まあ2マップ目は大丈夫ですね。3マップ目も簡単だな。4マップ目は敵次第です。背中を向けてくれたりすれば楽なんですが。さあ、光る花のイベント2つ目ですね。これで2つ。あと4つです。あと4つ入手すれば最悪クリア条件に到達しますね。クリア条件というかクリア条件の一つですね。
さまざまな匂いが登場。回収物を捨てましたね。多分カゴの中がいっぱいになると思ったのかな。おっと、全員正面を見ている。そこを引っかかりやすいから。結構ね、これ左右荷物が置いてあって引っかかるんですね。引っかかると、一回でも引っかかるともう多分限界になってしまうんですね。あんまりカゴの中身がいっぱいだってことは少ないんですけどね。多分採取回数が多かったのかな。さあ、3回目に入りますね、ここから。今度はレベル15まで。15で止めているわけではなくて、ただ、単に参考書が、行き倒れのルート。さんのお店はね、かなりいいものを売っているので、最終装備作りにもね、重宝します。変態だ、変態ですね。あれはね、アーシャちゃんにね、踏んでもらおうとね、多分寝転がっていたのことでしょう。これできた。リビングレイ、採取することもできるんですが、採取できないことなんですね。これで決め、これで決め、これで決め。材料何に、材料何、使う材料の数をこれでいいかな。それじゃ。まあここら辺は最初。まだ何もできないんで、そこに言うことはないです。何にしよう、材料、材料何にしよう。それじゃ何が起きるか、何が起きるかな。レベル上げと納品用ですね、基本作っているものは。やったね、やったね。何が起きるか、よし、やった、できた。材料、材料何に使う。それじゃ、よくやった、レベルアップ、材料の、それじゃ何が起きるかな、ね、やったね、よくやった。たくさんあるものを使えばいいです。使う、それじゃ仕上げに入る。それじゃこれでどうかな、これでどうかな。よくやった、できた。材料何にしよう、使う、それじゃ、それじゃこれでどうかな。よし、やった、レベルアップ。材料何にし、これでいいかな。それじゃ何が起きるか、これでどうかな。よくやった。そうですね、特に何も考えずに調合してます。個数だけ合わせてる感じですね。あと根っことかはなるべく避けてると思います。よくやった。材料、材料何にしよう。それじゃなるべく使いそうなアイテムは避ける。たくさんあるのを使う。よしやった、レベルアップ。材料何にし、使う、それじゃ、それじゃ、これでどうかな。
よくやった。で、材料何にしよう。これで、それじゃ、これでどうかな。手袋とゴダストでラストかな。ラストか、レベル14かな。そうだね。で、一回、あれですね、イベント起こしに行きます。そうですね、調合はすべて慣れです。基本最初の辺はレンダーでいいんで、後ろの辺で後半で使う必要な材料を覚えておいて、それを避けるように調合すれば割と早くできますね。多分赤い羽とか根っことかは多分避けてると思います。え？あれ、リンカさん入れた？リンカさん入れたかな？花、花ですね。花のイベント。二つ持っていることで、イベントが発生ですね。で、レベル15にするためにもう一回、あと一回だけ、調合ですね。そうすることでまたイベントが起きるかな。材料何にしよう。それじゃ、何が起きる。これでどうかな。よし、やった。レベルアップ。リッカさん入れてなかったね。やっぱり。今、ハリーさんにね、2番館というね、図書館を教えてもらうね。で、本借りてまた、花の知識をつけようという。この中身はレヘル、回復アイテムですね。リンガさんがいるから回復アイテムいらないとか、それは取りたいですね。次、奮発するためにまた戦闘。そういえば、最後って言いましたが、ここが最後ですね。敵が非常にまずいですね。シンボル自体ではいないんですが、ランダムでフェアリードレイクというのが出てきます。HP が90と非常に高いです。おじいさん待ってください。まだでーす。よーし、頑張っていこう。せーの。本当にフェアリードレイクが出てくるとかなりのロス出てきましたね。レヘル一発では死なない。これでどうだ。タックプラスでも死にません。遅い遅い。さてフレッシュイーターがいるのでさらに残ります。レヘルには死んでくれません。今、あれですね、フェアリードレイクをバックアタックでレジナさんに持っていくことで、レジナさんの方向を向いて、さらに、リンカさんの首がバックアタックになりますね。これはいい倒し方ですね。でも結局は出てこないことを本当に祈りたいです。遅いですね。役に立ちそうなものを見つけました。早いと1回で終わったりします。レヘルに一発で終わります。それはドグノミモモンガだけの変化のフレッシュイターが出てこないのはなかなか難しいかな。っていうの場合はシンボルでしたね。これは楽ですね。1回で終わります。ドグノミモモンガの HP は34、攻撃耐性がないので35は出ます。これも早いですね。バックアタックかな。あ、入ってますね。
あ、ダブルで死にかかったのか。バックじゃなかったな。バックで倒せなかったかな。フレッシュ。いいな。HP47、27、ギリか。ランスですね、多分。そう言っています。あと1体かな、戦闘は。よっ、おっと、こっちから動けそうだよ。これも楽なパターンですね。これでどうだ。簡単に勝てちゃった。うん、魔物は全部いなくなったかな。これだけ倒せばしばらくは。よし、リンカさんを連れていくことでのデメリットが発動しますね。リンカさん非常にマップでのイベントが多いです。これがその1ですね。リンカさんを連れてこなければ起きません。キャラを連れているとこうやってイベントがたくさん来てしまうんでね、なるべくアーチャー一人旅の方がね早いです。さあ2番か。1時間5分早いですね。早いです。探してる素材が見つかるといいな。そうですね、さらに自分の身長分がある体験を見ますね。リンカさん一応番号を言わなければ皆勤賞なんでね、よかったらやってみてください。 S ロジにはね8リンカがちゃんと出てきます。8リンカちゃんと仲間になりますね。シャリーだけ7リンカが出てきます。仲間にはなりませんけど、私は一番好きなリンカですね。リンカさんは8人います。全員名前もリンカ、見た目も全員同じです。さあ、オディービアさん割と人気高いですね。オディービアさん、リンカさん8人います。いいもの。シャリーでは7番目、多分何番目かな。アーシャだと1番と8番がある。8番が仲間になっているリンカさんですね。そう、謎の一つリンカさん。そんなにはいません。108人もいったらね、1人欲しいですね。さあ、強制戦闘。キャリア2体。なんだけなんまあ、リンカさんを連れていれば倒すことがあれきりダイブです。全体攻撃です。食べたら強いですね。これでどうだ。シャリのリンカさんは7番目なので、リンカさん全員登場したことありません。アニメだと割と登場してます。アニメだと結構登場してるんじゃないかな。3番目か4番目ぐらいになるわ。さあ、アニメを見て確認しよう。鍵盤を買おう。さあ、ここも死にポイントですね。第三処方が非常に狭い一本道の通路なんですが、そこに敵が5体。
アニメの方何人出てきたかは覚えてない。結構出てきた覚えがあります。そう、のんべのリンカさんもいる。ツケをリンカさんに回していく。タリスマン装備とリンカさんがいるので大丈夫ですが、運が悪いとでかいの2体に挟まれて身動きが、そんな場時は引きたくない。さあ、通してもらえるかな。安定を取るなら 2,3 番目の敵に杖を振って、1ターン目で逃げた後、無敵状態の最中に赤いのを踏んで、さっさと、ああ、いきますね。杖吹きますね、これは。ちょっと距離が遠いんで、2回目、一気に駆け抜けれるか。あ、当たっちゃった。なんかな、これは。あとはもう赤いの踏んで、一気に抜けるんですね、これは。全部一旦で逃げれるんで、これはいいですね。ここを抜けたら、あと死にポイントは1回だけなんで。あそこ、あとは出現の死にポイント抜ければ、あとはですね。死んでも日にち的には別に大丈夫なんですが、チャートはいつも同じ通りになっているので、バザーの日にちやら、マップにいる NPC の犯人さんで分かんなくなるっていうのがありますね。日にち的には全然余裕はあります、最終的な日にちは。さあ、花のイベントですね。ビルツベルクに戻って、さっき書いた本を読むことによって新たに花のフラグが立ちます。光る花のフラグは、もうレヘルにはいらないんでね、売ってしまいましたね。まあ、カゴの中にあっても邪魔なだけなんでね。コンテナに入れる動作も結構かかりますから、まあ、どうしてもいいんですね。誰とこっち、この人と。さあ、ウィルベルの仲間にリンカさんと交代、そしてウィルベルをもう一回外すことによってリンカさんのところに行かなくてもね、外せるようにしますね。リンカさんで早めに外しておきたいです。ロードの読み込みが遅くて、お兄さんが出てこなくて、クエストがなかなかに渡せない。さっきね、リンカさんじゃない、レジナさんをね、外さなかったり、リーゼン玩具でね、お祭りのイベントを起こしたんですね。発掘屋のお祭り、お祭りという名の討伐ですね。ただのフラグという、ね、敵の討伐ですね。イベントを起こしただけでまだ道具がないんで倒せないんで、
まだ行きません。で、レジナさんも連れているとイベントがたくさん起きてしまうので、ここで行ってしまいます。第4の拠点、ホルンハイムに向かいます。最後の死にポイントですね。さあ、抜けれるか。通るたびに起こってしまうんで、これは仕方ないですね。まあ、どの道光る花のイベント持っているかなってやるしかないですね。今日は何が取れるかな。さあ、最後の死にポイント、スタートボタンを押して敵の位置を止めながら移動します。でかいくせに通路が狭いです。非常にまずいですね。無理ですね、これは。一回出ます。今、アーシャ一人しかいないんで、戦闘になると、まずいですね、非常に。安定とて逃げます。一番いいパターンは、この一番足の速い敵が、スミットに行ってくれる。今行きましたね。こんでもう多分抜けられるんじゃないかな。ちなみにここ、もし、ナナカちゃんを解放させて、ユーリさん、まあ、ユーリさんというか、ナナカちゃんのイベントがここで起きるんですけど、解放した場合、その場合は、ここのイベントを起こした後にマップから出ると、なぜかこの出口にいますね。だから、ナナカちゃんを解放する利点は、ここのマップを飛ばすこともできます。危ないっす。許された。もう、一回で逃げながら、まずいっすね、やっぱり。逃げこけ。すぐさ、ここで、逃げこけ草は、コストが高いです。コストが高くて、最後の辺の調合でコストオーバーにわざとする場面ですね。黄昏シリーズは、調合、黄昏シリーズの調合ちょっと変わっていて、自分の錬金レベル高いものは絶対作れないようになってますね。その代わり調合の失敗がありません。コストオーバーといって、材料のね、コストがついていて、それに見合った数字、アーシャの錬金レベルによって総合値が決まっているんですが、それをオーバーすると、コストオーバーとなって、もうそれ以降、戦力が発動しなくなるという。コストオーバーなんですが、自ら最初の辺に欲しい戦力だけを発動させて、コストオーバーにわざとさせて、その先の戦力を発動させないという技に使います。まあ多分調合の時に行った方が分かりやすいですね。
ただ、男性が。さあ、ここら辺からクエストで貯めたコールを一気に入ってきます。参考してる人です。非常に高い。さあ、気球に乗って、ホムンクルスの街ですね。さあ、アーシャのアトリエ。ケモナーにもね、優しいです。ケモナー大歓喜。ここも一応光る花のイベントですね。イベント回数は少ないものの、1回1回のイベントが非常に長いので、ここはやりません。このグラスのエロ画像はありません。アーランドのホムンクルスは全然違いますね。どちらかというとね、アーランドのホムンクルスね、可愛いですね。私は。さあ、またダブルでイベントを引いていく。そろそろラナンさんがアーニーとりあえず働かせてるイベントがありますね。しかしニートは働かない。キースさんのイベントかな。貴重なキースさんが笑うシーンなんでね、目に焼き付けてください。キースさんが笑います。一瞬で終わりましたね。一瞬で終わりました。逃した、もう見ることはできません。キースさんも笑いません。これはニーズのイベントですね。無理やり働く逃げてきたニーズです。アーシャに助けを求めに来たところですね。働けニーズ。
さあ、2番館ですね。2番館に行って、キースさんにね、キースさんが納得できるものを持って、イベントはこういうイベントでしたね。まあ、としての才能があるかのテストですね。第二書庫から入る理由は、第一書庫というか、本館から入ると、また階段から行かないといけないので、だから、非常に長くなってしまうので、第2書庫を選び、すぐ後ろに戻り、本館に戻ります。あ、また買い物かな。ここでもうお金が8000コールあったのが、もう400コールだってな。参考書で3300、1400、2300使っていますね。確認。手持ち700コール。レヘルに行った分ですかね、多分。これは最初に作っておいた、燃える水。さあ、そろそろ武器作りに行きますね。次から装備作りですね。下のアトリエに行き、第4回目の錬金、一気にレベル35まで行きます。カレダニのイベントですね。これも光る花のイベント。ここすごい簡単ですね。雨雲の石を持っていくだけです。どのさあ、第4回目。その前に錬金ガラス工房の調査。テープかな。調合ミキサー。まあそんなにあまりないですからね。これでいいかな。まず粉末ガラス、粉末ガラス2個、記憶のインク、滑らかなカムガラスの5。まあ言っても仕方ないしね、ここら辺は。まずレベル35まではぶっ放します。切るかな。よくあった。レベルアップの材料、何使う材料の数を。それじゃこれでどうかな。これでどうかな。これでよくあった。レベルアップ材料、何にしよう。それじゃ何が起きるかな。これでどうかな。これでよくあった。レベルアップ材料、何にしよう。材料何にしよう。これで使う材料。それじゃ何が起きるか。よし、やった。レベルアップ、レベル20ですね。今力を引き出すというねスキルを覚えました。なのでイベント発生ですね。力を引き出すは潜在能力をプラス15する。材料何にしよう。いやー、アーシャの後でループは少ないですね。ね、2回か3回ですね、リンクは。かなり調合短い子ですか。何が起きるかな。よし、やった。レベルアップ。材料何にしよう。材料何にしよう。材料何にしよう。使うぞ。それじゃ
これでどうかな。やったね、やったね、効果が発表。やった、レベルアップ。こうして、あ、何に来てるとわからないですが、右の方にゲージがあります。あれが潜在能力発現の条件ですね。数字が書いてあるので、その分入れてあげると、その来るものに対して潜在能力が発動します。それじゃこれでどうか。そうですね、アーシャの後で同じ特性を何個でもつけることができるという恐ろしい効果があります。というか仕様です。アーシャのアトリエだけです。同じものを何個でも何個でも同じ特性をつけることができます。はい、マックス5個までつけれます。よし、やった、レベルアップ。材料何にしよう。そして今レベル何までいった。何が起きるかな。よし、やった、材料何。それじゃまだレベル24、すぐでレベル25になると恐ろしいスキルをね、覚えます。力を注ぐ。どういう効果かというと、材料を入れた人と同じことにするよというね、意味わからない。ね、これはエスカのスキルなんですが、エスロジの方でもあるスキルですね。選んだ材料を投入した効果を得るという。釜の中に材料を入れてないのに、入れた人と同じことになる。材料何？それじゃ。仕上げ便利なスキル、これでどうかな。つまり属性値も潜在能力値も2倍です。やったね、これでよく、やった。で、材料何にしよう。それじゃ今その時に多分力を注ぐを伝えましたね。これでどうかな。家電の属性値を上げて、材料何にしよう。なんだかな。それじゃ何が起きるかに点を点検で耐久してはアイテムの持ち時間を、ね、30% カットすることができるので、アイテムを早く投げることができますね。これでどうかな。よし、やった、できた。材料何にしよう。一応装備作ってますけど、あんまり関係ないです。やったね、効果。できるかな。よく、やった。レベルアップ。レベル30になってるか。30だと潜在能力枠が。それじゃ何が起きる。35になる力を打って潜在能力をコピーする能力が必要。何が起きるかな。よく、やった。レベルアップ。材料何にしよう。それじゃ何が起きるかな。何が起きるかな。これでどうかな。やったね、よく、やった。レベルアップ。材料何。それじゃ、これでどうかな。やったね、効果が発。よく、やった、できた。材料何にしよう。それじゃ何が起きる。まだまだ続く調合タイム。これでどうかな、これでどうかな。しかし操作が早い。レベルアップ。材料何にしよう。それじゃこれでどうかな、これでどうかな。やったね、効果が。よく、やった、できた。材料何にしよう。あ、来ましたね、これ。そろそろ来るかな。やったね、効果が。これでどうかな、これでどうかな。よく、やった。骨の粉末を作ってレベル35で。材料何にしよう。材料何にしよう。それじゃ何が起きるか。よし、やった。レベルアップ。さあ、ここから本番です。それじゃ磨いた水晶ですね。買った天然シロップを打ってします。能力便利なスキル。何が起きる。スキル消費マイナス15ですね。さらに戦力発動で効果とスキルレベルプラス3ですね。 HP プラス10、攻撃力もプラス8、全能力プラス2。材料何にしよう。材料何にしよう。それをどん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 他のものに打って。それじゃ起きるかな。何が起きるかな。便利なスキル。よく、やった、できた。さあ、スキル枠、スキル強化プラス3。便利なスキル。攻撃力プラス8、全体能力プラス9、 HP プラス10。出来山は関係ありません。ただ単についてしまっただけ。さ、これを武器の強化することにできる。そうそう、コンのトイレ。仕上げ便利なスキル。
移動します。便利なスキルの一番最初に買っておいた便利なスキル、香り高き杖に付けます。よくあった、できた。調和しましたね。さあ寝ます。2月まで寝ます。どのくらい休もうかな。キャスター台でね、起きるイベントが4月1日かな。休もうかな、ね、寝ます、どんどん寝ます。ルナーデリングはね作りません。多分このチャートだと布系のものにしてな、糸とか布系にしかね映していないので、それを素材にできるやつですね。結局特性自体は強くて変わんないので、そうですね。日にちが余るんですね。簡単ですね。雨雲の砥石を、あ、砥石じゃないわ、雨雲の石を持ってくる。まあ、言うて3年間寝ててもクリアですからね、バッドエンドで。朝のどれはね、カーソルが合わせづらいので、マップはあんまり歩きたくないね。できるなら。すみません、歌の名前か、歌の歌詞のか、歌はあんまりわかんない。そうですね。バッドエンドでも、キフさんが、ミオちゃん助けてくれるんでね、3年間寝ててもね、ミオちゃんやってきます。最後のね、女の子がね、登場します。小言なくココナに似ている感じがしますね。さあ、みんな大好き、ターネちゃん。揃ってる、ボーカルもいいのがある。みんなで決めるゲーム音楽にね、さあ投票しましょう。さあ登場、ターニャちゃん11歳です。154センチ、でかいですね、11歳の割に。イベントを進めることで、ターニャちゃんの、プロのね、温泉のイベントを起こすことができます。さすがに、RTA でそんなことやってる暇はない。ぜひね、通常ブレでやってください。11歳とは思えない。通常プレイでね、温泉を。やりましょう。ターナちゃん優秀でね、一回来ただけで光る花の情報をくれます。イベントがすごい短いです。この一回でもう
光る花へ直行。条件はね、栄養剤を持っていることですね。先ほど作っていたので条件を満たしてます。そうですね、めちゃくちゃ優秀。イベントはなるべく回避したいですからね。よし、頑張っていこう。ちなみにイベントを回避しすぎ、登場すらしてない人が一人だけいますね。一応フィルツブルックでフレッドさんというね、パン屋のね、すごいガタイのいい、ね、お兄さんですけど、一回も会っていません。忘れないであげてください。います。フレッドさんというね、パン屋のお兄さんがいます。私も最近 RTA ばかりやっているので、出会わなくて存在を忘れていました。探してる素材が見つかるといいな。いや、そんな人いましたね。忘れないであげてください。塩の匂い嫌な日記タイトル。さあ、今光る花4つ目です。3つ以上持った状態でフィルツブルクに乗るようにイベントが発生します。わざわざ4つ目を2つ取った状態で、4つ目取った後で状態で来た理由は比率調整がしたかったですね。高台で起こる光る花のフラグが4月1日後、まあ、さっきも言いましたね、出ないと落ちないので、先にターネちゃんの方で塩の花を取ってきたわけですね。フラグは立たせたんですが、その光る花のイベントが11月11日ですね、ホルンハイムで見られるんですが、その日にちを過ぎた後にビルツベルクに戻ってくることで、ね、ニートがね、持ってきてくれます。だから別にホルンハイムに行く必要はありません。このイベントフラグさえ立たせておけば大丈夫です。さあ、これが花見のイベントです。夢の中でニオと会う。そしてね、夢の中のニオにね、アンニーさんからもらったね、飴玉を渡します。これが割と後で重要。夢の中でもアイテムが渡せる。さあ、ラスト錬金ですね。その手、待って。ああ、買い物があったか。どの種、
今飼っているね。ああ、日数が足りなかったね、一日。その手って、その手って。この念の化石というものがかなり強いですね。ああ、リンセンランドのイベントがあるかな。材料何にしよう。それじゃ、シア・テンディのスキル。これが恐ろしいです。テンディのスキル。力を注ぐ、コピー、そのままコピーします。生命力ダッシュかける。材料何にしよう。それじゃ、これをどん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 移していきますね。で、これはさっき武器に移しておいた材料。材料というかね、武器に移して、杖は木材カテゴリーが入っているので、中和材緑に使うことができる。その中和材緑に一回で移せると、もう、中和材はいろんなアイテムに使うことができるので、一気に幅が広がります。それじゃ、多分上級生に移すかな。便利なスキル、これでどうかな。特性として入れたものが今度逆になって次の特性に使われるんですね。つまり多分ここで蒸留水と中和剤緑2つ使うことによってスキル強化レベル3をダブルにしますね。まず邪魔な戦力を先に発動。今スキル強化で一番レベル3が上に、今度逆向きになっているのでスキル強化レベル3が止めた。それじゃ便利なスキル、これでどうかな。便利なスキル、磨いたやつでしょ。便利なスキル、高速使用かな多分。潜在能力4秒あった。材料何にしよう。スキルプラス 12% か。それじゃ、うん、次雨雲かな。何が起きるかな。便利なスキル、これでどうかな。潜在能力が5、よくあった、できた。材料何にしよう。それじゃ、マネシカワでインクを移す、うん、移すだけだから簡単ですね。材料何にしよう。で、布系に移せたので、今度それをアクセサリーに使っていきます。仕上げにこれでどうかな。何が起きるかな。と、あまりに便利。多分アプリの中で一番調合が簡単だと思う。あー、ちゃんとアプリが。材料何にしよう。それじゃ、何が起きるかな。何が起きるかな。どん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 移していきます。必要なものに。こんな直接からどん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 。材料何にしよう。これで火力が一気に高くなりますね。便利なスキル。よくあった。できた。材料何にしよう。それじゃ、し便利なスキル。で、コストを減らします。コスト稼ぎですね。何が起きるかな。オーバー狙いかな。そうですね、オーバーですね。コストオーバーでこの先の戦力を発動させない。何にしよう。それじゃ便利なスキル。やったね。ここからアイテム作りですね。アイテムのここ生命力ダッシュを4つつけます。生命力ダッシュ4つと高速使用レベル2。それじゃ、そうですね。便利な、まあ、装備をしっかり整えないとさすがにボスが辛いんで。よくあった、レベルアップ。材料何にしよう。それじゃ、し便利なスキル、何が起きるかな。便利なスキル、高速使用じゃないのかな。便利なスキルを使うよ。よくあった、できた。材料何にしよう。それじゃ、何が起きるかな。何が起きるかな。便利なスキル、よくあった、できた。材料何にしよう。それじゃ、便利なスキル、これでどうかな。
っきりさせたら、マッハスローはね、まだありません。エスロジからですね。あ、高速使用ですね、やっぱり。高速使用レベル2と、さっきカゴにつけた 30% カットで、アーサが生命力ダッシュかける4のアイテムを投げまくります。生命力ダッシュの効果は、名前の通り HP を奪うスキルなんですが、ステージを通常与えるダメージとは別につけます。それが4つなので、かける4。通常で50食らうとして、生命力ダッシュのダメージが50とする。50かける4。元のダメージが50。さらに HP 吸収の効果もつくので、相手は1ターンでアーシャの HP を削り切れない限りは、アーシャがどんどん回復して倒せないという。アーシャ一人でも倒せる状況になってきますね。相手のコンプを一ターンでも耐えれれば。さあ、フェイトフラン。これは、強制戦闘があるときに敵が多いときに投げるやつですね。基本は匂い袋で倒すんですが、匂い袋は単体なんで。そう、吸血鬼です。この何個も同じ効果をつけれるというのがまずいですね。武器強化に行きましたね。 HP プラス20スキル強化全能力攻撃プラス8、そのさらにアクセサリーがスキル強化。さあ、もうそろそろ終盤で終わり終わり。発掘屋のイベントですね、先に起こしておいた。雑魚戦はラストじゃないか。まだクンパがあった。伝統罰ですね、ここは。まあ、92が ×4 出ましたね、今。これが生命力ダッシュの効果です。赤色のは、フェイトフラグの元のダメージですね。88。生命力ダッシュの強さがわかりますね。回復でプラス92×4、アーシャはほぼ HP マックスですね。なると、アーシャのアプリは黄昏シリーズの中でもアーランドに近い方なので敵の HP は低いですね。ボンバーマンではありません。アーシャはね、ボンバーマンではありません。我慢してね。簡単に勝てちゃった。恐ろしい小屋で。ここがラストですね。ここの敵を全て狩り終了したい終わりです。基本、アーシャのアトリエの敵は HP から下がっても200。まあ、耐えられませんね。いやー、強いですね、これは。まだアーシャのレベル、やっと13になったところですね。これが本当に普通のレベルが全くいらないことが分かる。エスロジからステータスが急におかしくなります。そうですね、
ダメージが一気に返し5万とか6万平気で出します。テクロジはその代わり敵の HP もね増えてますね。はいはい、ヤナメは あ, ありますあります。ほぼないですけどね。そのためフェイトフラムというものを使っているだけですね。残った敵はレジナさんが倒してくれます。フェイトフラム、スニーレヘルンというアイテムを作ったとしたら、それは外りません。スニーレヘルンはほぼ全体なんです。フェイトだと外る場合はありますね。どのくらい休もうかな。さあ、寝ます。寝ます。さあねー、あと3ヶ月ぐらい寝ますね。どのくらい休もうかな。寝る子は育つ。どのくらい休もうかな。いやね、今もね、皆さんもね、お盆なんでね、1週間ぐらい寝てもいいんじゃないかな。どのくらい休もうかな。エスカロジンのアトリエでもね、よく寝るんですが、寝ていてもね、エスロジンの場合お金が入ってきます。お役人なんでね。どのくらい休もうかな。どのくらい休もうかな。さあ、職場に退職届を出すことでね、毎日をね、休日にすることができます。魔法の鍵をね、会社に渡しましょう。そうすると毎日だ、日曜日、やったー。 RT にね、宣伝できることが宣伝できます。どのくらい休もうかな。さあ、もうそろそろかな。あと1回かな。さあ、終了ですね。さあ、一気に花を回収しに行きます。ここはレジナさんを連れていないと起きないイベントですね。レジナさんのイベントと先ほどのビーステンガングであったお参りをすることが条件です。どこ？あなたにも信頼が一緒ですからね。ガッと待った僕はやったことありません。簡単なイベントですね。あと行くだけ。まあ、あの戦闘の時間を考えるとどうかなっていうのは。現在。まあ、マップが増えて近道にできると思えば。さあ、マップ開放。みよちゃん5回目ですね。これでヒカルさんが5つ目。
とあと一つで6つになるので終了と。なります。いや会社にね、だから退職届を出すときにね、毎日をね、プロダクトできます。3ヶ月なんて言わずにね、1年間休むこともね、できるね。その代わり収入はありません。ちょっとここはイベントが。収入を錬金する。すごい。あ、すごい。両手を叩いて、そこら辺の石を木に変えよう。レシナーさん、ここで外しておかないと、すぐ出てイベントが起きてる。もうイベント回避のため、ここからは、あ、一人ですね。実際は一人旅の方がね、楽。どのくらい休むイベント起きないからね。さあ、2夜のイベント後、休むことでもう11月11日が終わってしまっているので、花をわざわざ届けに来てくれますね。お三月で走ってます、一人旅は。ところで光る花が6つ。さあ、終了、集め終わりましたね。あとボス2体倒して終わりです。ようこそ。動画遅くてね、出現しないんですね。ね、調合方法を聞いていますね。結晶を作ります、まあ、これはレベル関係ないんで、アシャの後に行くと強制的に作らなくてはいけないことになります。
ささき道を解放させた誰と材料にそれじゃこれでどうかこれでどうかこれでどうかよしやったダンディーなおじさまです。なるべく落ち着いて頑張ります。特製の炎の爆弾だよ。だったんで、いけますね、これ。強いよ。Pは2、攻撃力55、素早さ51、物理耐性が22とちょっといいですね。攻撃はダブルアーム、エネルギー砲弾。エネルギー砲弾はタイムカードを3つ設置します。タイムカードは、防御することがね、できないんで、何発も設置されると、面倒くさいことになります。HP が半分減ると、ファイナルチャージ2回行動になりますね。5ターン目かな ?5 ターン目にパウダーフリア、確定行動。まあ多分5ターン回ってくることはありません。あ、アーシャとタイプ1です。1対1。エネルギー砲弾。タイムカード。これでどうだ？減りましたね、半分。ファイナルチャージがもう来てしまった。これでどうだ？あと一息だよ。これでどうだ？匂い袋の効果で、耐性も下げられているんでね。投げれば投げるほど、幅が終わりましたね。
高速使用レベル2とカゴについている変幻自在の効果ですぐに割れちゃいます。いやー強敵でしたね。さあもう次にラスボス、これ普通に30分切るんじゃなかろうか。30分切ってくると思いますよ。これまさに無機物っぽい敵に匂い袋を効くのだろうか。やっとキースさんがね、仲間になります。初期レベルは30ですね。あ、アーシャちゃん、アーシャさんもね、大丈夫です。フレアフレガンスのね、匂いがするんでね、大丈夫です。そう、何かと助けてくれるキースさん。ちょっと仲間になるの遅いですね。他で強いです。多分安定取って仲間にするんじゃないかな。で、ちょっとイベントが増えちゃいます。死に行きましたね。ここで、レベル30なので必殺技のイベントが入りましたね。使うことはないです。エンシェントワンはかっこいいね。でもキースさんを連れての発生ですね。これはキースエンドの条件かな。それ溜まる前にね、死んでしまうんですね、敵が。必殺技ゲージが溜まる前に敵が倒れてしまう。必須アイテムスラグ発信機ですね。夢の中でね、アイテムを渡すことができるのがね、分かっているので、スラグ発信機をね、夢の中でミオちゃんですね、ミオちゃんがどこにいるか調べようっていうね、話ですね。いやー強い。キースさん強い。あ、おじさんと17歳ね、45歳と17歳の旅。やったね。やった。レベル増量の。まあ今1年経ってるんでね、18、アーセさんがね、18歳になってね、合法になっています。大丈夫です。17歳じゃないんでね、18歳になっている。大丈夫です。キースさん見た目に反して若いです。そう、キースさんね、オディリアさんをね、連れているんでね、最終的にはオートマタがお好き。さあ今夢の中で渡しましたね。さあここで場所が分かったのでマップ開放です。シャリでも出てきますけど、こう考えると55歳です。
アーシャにリオに狙われてしまう。これが効率的な採取の仕方というもの。やっ、さあラスト噴破、敵は2体ディッシュポイント。イースタの出番はありません。簡単に勝てちゃった。おっ、いい感じの木がある。これは木材として使えるね。調合方法というか得意な方面。美味しそうな食材だ。ちょっとだけ味にはダメだよね。いかんな、早いところを終わらせてしまおう。暑いけど我慢してね。簡単に勝てちゃった。さあラスダンというかラスト最終ポイントかな。趣味ではないですよ、別に。趣味ではないです。ここで日数消費しますか。じゃあちょっとすいません、ちょっと席外してします。多分家内の間ここを往復してるだけです。いや、倒した後に寝るとですね、あのイベントがたまっどんどん匂いが追加されたことになって、ずっとピックでのカーソル移動しなくて十字キーでいいんで詰まることもないです。まあ一番最初に言ったんですけど、カーソル移動するとアーシャのなんか自動修正してくれないんで、選ぶとき近くにカーソル持ってても離れたまんまですね、ちゃんとビタ押ししないと。あ、ラスト10日ぴったしで抜けれるようにしますね。10日寝てもう日にちが過ぎたよっていう状態ならもうイベントは起きない注意ですか。どれ、俺が効率的な採取の仕方というものを教えてやるとしよう。さあラストです。敵がシンボルエンカウントの敵が背景と同化し見づらいのがちょっと厄介ですね。ここ見づらいです、非常に。歩く道すら 見にくいところに敵も見にくい。敵がこちらに気づくと怒りマークが、それで気づくことができるんですけども、後ろ向きにいると気づかずに自分から当たりに行くっていう場合がありますね。
お、引っかかった、危ない。さあラスボスです。フォートレスよりかなり高いですね。攻撃力56、素早さ51、攻撃力がフォートレスより1高いぐらい。しかし物理耐性が0です。柔らか戦車ですね、本当すごい柔らかいです。ただ HP が多いだけ、タイムカードも何も置いてきません。強くないです。ただ HP が多くて長引かせる感じですかね。まあでも物理耐性はないんでダメージ通りはいい。ただ無知でペチペチやってくるだけです。さあ食事の時間ですか。さあバック取れるようにね、移動。ダブルアップかな。柔らかいですね、すごい。ダメージ通りが非常にいいです。これでどうだ。これ物理耐性がゼロのでフォートレスと防御力は防御力が全然違うんで、で無口ではアーシャは死にません。一旦でも耐えるとアーシャはそれに全開。終わるんじゃないかな。終わりましたね。お疲れ様です。家袋なんで多分中は空気じゃないかな。匂いに分かった。結構ね、潔癖症だ。トップはセーブした時ですね。セーブないとダメです。この後まだイベントはいろいろありますね。もっと早く助けて、することもできますし、他のキャラのイベントをクリアするためにいろいろやっても。一応、ラスボスより強い。普通にマップにいます。HP は9999かな。そうですね、通常プレイのどこからが本番。ぜひやってください。さあ、こちらは確実に自己秒を取っていい。早いぞ、20分台。
ラストは寝ます。寝て終わり。多分10日分かな。10日寝て終われるようには調整ですね。そうだね。まだちょっとイベントがある。ベッドエンドいいなぁ。僕もね、ベッドエンドしたい。アーセスさんとベッドエンド。あ、やめておきましょうね、これは。セーブ。お疲れ様です。終わりです。お疲れ様。自己ベじゃない？ 3 分ぐらい更新してるんじゃないかな。黒ブさん、更新です。3分更新。約3分。いや、さすが。お疲れ様です。さあ、私の役目はもうよろしいかな。ではね、ありがとうございました。